バーイエーイ、本日は金髪職員紹介第4弾というところで石坂さんに来てもらいました。よろしくお願いします。では早速質問の方をしていきたいと思います。心の準備はいいですか？ダメです。大丈夫ですか？いやだけど早くどうぞ。進めていきます。まずお名前は？あ、石坂千佳です。よろしくお願いします。血液型は B 型です。今何歳？言えない。兄弟は3人です。一番下。おお、はい。自分の長所は？長所ないですね。なし。ないで。しっかりしてるところですよね。うん、本当しっかりしてないけど、じゃあそういう風に見える愛情深 いところです。うん、あと気遣いがね、細やかな気遣いができる。うん、みんなありがとう。じゃあ短所は？短所怒りっぽい。プン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 いつもしてます。好きな音楽は？好きな音楽はダラダラした音楽が好きです。好きなスポーツは？スポーツは昔だったら何も考えずにただただ走ること。へー、今はこんな感じなので何もできません。寝る前に何をしますか？寝る前は、うん、あのなかなか寝れないのであれですね、常に寝るんだ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 って自分との戦い。最近のマイブームは？最近のマイブームないですね。でも時々家族で釣りに行ってます。へー、すごい。今何が一番欲しいですか？今欲しいもの、はい、愛情。ね、お子さんたち大きくなったからね、返してもらいましょう。やってみたかった職業は？やってみたかった職業、そうですね、やってみたかった職業はこの福祉だったので、なんか違うことをちょっとしてみたんですけども、まあ、結局福祉に戻ってきたので、まあ、それで OK です。 OK です。学生時代の思い出は？学生時代の思い出、思い出はこれとないけってこれと言ってないんですけど、まあ友達とワイワイとしてました。部活はしてましたか？部活は陸上部でした。好きな教科と苦手な教科は？好きな教科はまあ勉強しなくてもできる国語。嫌いな教科は理科ですね。バンブーに来て何年ですか？何年？何年？レンジャーが一番最初できて。あ、レンジャーと同じだけ年取ってますか？そうそう。同い年。同い年、レンジャーと同い年。そう。入社したきっかけは？入社したきっかけは、なんかレンジャーができるときに、なぜかそのままレンジャーになっていきました。コンパスメンバーを一言で例えると？皆さん優しい、とても楽しい、いい人たちばかりです。おー、照れますね。もっと照れてください。今後の目標は？今後の目標ですか？目標はもう細く息していけたらいいかな。皆さんよろしくお願いします。じゃあ最後に視聴者に向けて自己 PR をどうぞ。いやー、なんかどうしようもない、なんか大したことのできない人間ですけども、よろしくお願いします。ありがとうございます。石坂さん。